はい、どうも道倉です。本日も連絡やっていきたいと思いますが、新規タイトルです。本日のタイトル、キングオブファイターズ11。そして先生はよろしくお願いします。はい、 GPGK2 です。よろしくお願いします。はい、どうもケツさん、よろしくお願いします。いや、この11っていうタイトルはね、本当地元のゲーセンでマジで流行ってて、でしかもそう、絵とかも綺麗で、すごい印象に残ってる KOF ですね、11は。ありがとうございます。そう言っていただけると本当嬉しいんですよ。このゲーム本当演出とか絵とかが本当にかっこいいゲームなので、あれっすよね、なんか11が旧作の KOF と違うのがやっぱ交代するとこっすよね。ああ、そうです、そうです。この11と2003だけそのマブカップみたいに一緒に中にキャラを3人切り替えれるんですよね、交代できるというか、キャラを交代できる、ある意味 KOF らしくないというか。まあそうっすよね、本当に KOF の中でも珍しい KOF になってますね。まあそんな KOF11 なんですけど、 KOF11 からどのキャラですかね。はい、 KOF11 のガトを紹介させていただきたい。出たー、やっぱね、 KOF ってこのキャラよく見るなっていうキャラがやっぱシリーズごとにいっぱいいるんですけど、ガトーはこのキャラよく見るなじゃなくて95% ぐらいいたこいつは。でしかもガトーかっこいいじゃないですか。はい、あ、そうですね、かっこよくて強くて、まあなんか、説得力のあるかっこよさ。いや、そうそうそう、もう言うことなしって感じなんですけどじゃあガトーどうやばいのかっていうのを教えていってもらえれば。ガトー全ての技が強いので、はい、まあ中長技、必殺技、長飛みたいな感じで、まあ、代表的な技を順を追って説明していこうかなと思います。はい、はい、まずガトーって言ったら有利フレームなんですよ。ほう、ケフって基本的に強攻撃とか反攻になる必殺技ガードさせたら不利になって、はい、まあ、攻め側のターンはちょっと一旦終わっちゃうよねみたいなゲームなんですけども、はい、ここは強攻撃も必殺技もほとんどガードさせてガトー有利になるので、ほうほうほう、攻めが終わらないんですね。例えば近距離強攻撃、禁止禁 D、 どちらもガードで6フレ有利ですね。はっ、プラ 6? で、足払いすらガードさせて5フレ有利なので。なんでえ、ガトーだけですかこれ。足払いガードさせて、まあ5部とか、まあ、そういうキャラはと言いますけど、うん、そのこんだけ大幅有利の調整されて、どの技も有利みたいなのがガードだけですね。技の発生もすごくて、まあ、このゲームで2キャラしか持ってない最速発生技の3フレの通常技を持ってるんですね。それがこの金 A なんですけども。ああ、3か。KOF、あれっすよね。その、3の技たまに出てきますよね。KOF11 って、ちょっとその従来の KOF と違って、うん、遅いんですよ。この KOF だと5フレとか、ちょっと遅いんですね。でもその中で3フレ、堂々の3フレです、ね。金 A。通常技ガードさせたら、まあ、プラス5とか、まあ、有利フレーム取れるんですけど、うん、まあ、例えば飛びをガードさせたらもっと有利フレーム取れるんですね。ちょっと深くガードさせたら、まあ、プラス10とか、まあ、それぐらいいっちゃうんですけども、うんうん、このガードの飛び低すぎて、え、上り中段になってますよね、これ。上り中段になってるんですよで、上り中段になって、うん、その後、まあ、5分近い状況になるんですけど、うんうん、音だけ最速発生の技持ってるんで。あー、なるほど。こういう固めがむちゃくちゃ強いです。ああ、成立しちゃうんすね。え、でもちろん下段も壊しからコンボ入るので、はい、で壊しも5フレ有利なのでちょっと待って、こいつガールさして不利な技あるんすか。あります。遠距離 C と、はい、吹っ飛ばし。え、でもこれ連携で使います、この技って。すいませんね。ああ、わかりました、ありがとうございますで、はいはい、ジャンプ D が上り中段になるキャラ、まあ、これしゃがみガードした時の雑魚、うんうん、あ、標準以上のキャラクターは上り中段になっちゃうのでめちゃくちゃ辛いんですけども、はい、クーラーみたいな雑魚がしゃがみガードの雑魚が低いキャラは上り中段にはならないですね。なるほど、なるほど。まあ、もちろんちょっと引きつけば中段になりますけど、まあ、ガードはできるレベルなんですよ、うん、はいはい、まあ、崩しとしては使えないよねぐらいの低雑魚には。ジャンプ D はガードは崩しとしては使えないんですけども、うん、ジャンプ B っていう、おい、さらに下ちょっとありがたいことにもっと下には強いジャンプ攻撃があるので、雑魚が低いキャラもジャンプ攻撃は見えませんという。本当にガトー無法すぎて、よく言われるちょっと笑い話みたいなのがあるんですけども、はい、このキャラ D ボタンだけ押せれば勝てるじゃないかみたいな。ジャンプ D と、まあ、足払いと、うん、
と金 D、 これもあの当たればヒット確認できて、はい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 、あと牽制の D、 これもあのガードさせてプラス6、そのモーションでプラス6おかしいでしょ。本当に D ボタンだけの連携で必要です。これマジでガチです、ね、金 D、 金 D 足払い、金 D 足払いガチです、ね、終わってんなこれ。じゃあもうそのぐらい中近距離の強さガチってことっすよね。そうです、グーも抜いてます、うん、で次に必殺技の、あの必殺技でのゲージため性能が最強なんですよ。フーガからその派生技を出すっていう行動があるんですけども、はい、その中の特にフーガ効果っていう技で派生すると、まあ、牽制しつつ下がりつつ非常に早くゲージを貯められるという、それ要は100機の派生みたいなもんなんですよね。あ、そうです、そうですね、はい、で今6回フーガ効果やると1本貯まりましたね、うん、このゲーム、うん、あの立ち回りで低リスクに、しかも下がりながら低リスクにゲージ貯められるキャラっていうのは珍しくて、あんまいないんですね。例えばですね、リョウ、うん、冒険してもらいます。え、おかしくない？全然たまんないっすね。え、冒険とかこれ48回とかいりますよね、多分。もう数えるのやめましたね。ガトーは6回です。あ、なんか2回分必殺技が受け止まってる。そっか、これ2回カウントしてんねや、その100機の部分とこの派生の部分で2回溜まってんのか、これ。そうなんですよ。あ、なるほど。これ攻撃判定出てるんですよね。出てます。あ、で、そうですね、攻撃判定出てて、はい、あ、当たると追撃できるんですよ。で、しかも超いいで追撃してる。こんな感じで当たると浮いた相手にダッシュから立つ場で拾えるんですね。だからあの牽制ゲージ試しながら十分なリターンも出せる。でその風が派生のすごいのが、まあ、この効果と、はい、うん、それでちょっとなんか気を使いながら追ってくる相手に対して、うん、こういう、え、何これ、瞬間ということなんですけど、瞬間重力無視してませんこれ。あのなんか暴走よりぐらいのスピードで一瞬で突っ込んでくるんですよ。でもちろんあのジャンプ攻撃なので、はい、これガードしちゃうと、はい、あのガトーの強い攻めが始まって、いやてかこれ端端からこの速度で突っ込んでくるのおかしくないですか。であのシュンが偉いのが、まあ、これ今みたいに攻めでも強いですし、はい、あのこうやって簡単に端を出してくる、もうせっかく追い詰めてももう簡単に端を出して一瞬で逃げていくと、相当ジャイアンみたいなことしてますねこのキャラ。はい、そうですね。ちなみにあのガトー使って今一番強いんじゃないかっていうプレイヤーの名前がジャイアンですね。ああ、ジャイアンさんなんや。まあじゃあもう通常技必殺技相当相当なものを持っとるなという感じなんですけど、あのあと残り長飛なんですけども、これが本当にメインディッシュですガトーの。ほう。で長飛の前にちょっと11の重要なシステムを2つ紹介させてほしいんですね。はい、まずリーダー、あ、あったあった、リーダーキャラクターセレクトの時にあの1キャラリーダーを選ぶんですね。はいはい。で普通長飛は1ゲージ使う長飛があるんですけども、どのキャラも、うん、リーダーとなったキャラだけ2ゲージ使用する大技のリーダー長飛技が使えるようになるんですね。あ、聞いたことある。例えばフーラだとフリーズエクスキュージョン、あー、はいはい、なんか、ま、マックス2か。まあ、そうですね、あの02系のマックス2です、うんうん、がリーダー長飛になると。で、ガトーはまあこの後説明するんですけども、はい、この天竜列牙、天竜列牙、この天竜列牙はそのリーダー長飛の中でも最強です。あ、それがあのバーンって殴るやつが天竜列牙なんですか。そうなんですよ。あ、そうなんや。あれっすね、なんか他のなんかリーダー長飛に比べたらちょっと地味っていうか、なんか殴るだけやんっていう風に見えるんですけど、ちょっとまた後で説明します。あ、わかりました、わかりました。お楽しみにしておいてください。はい。その説明の前にもう一つ前置きしなきゃいけないのがあって、はい、スキルゲージと交代システムについて、パワーゲージの横に2つ点があると思うんですよ。あ、ありますね、丸々。それがあのスキルゲージと呼ばれるもので、はいはい、何もない状態が始まって、ちょっと今じわじわと黄色のものが始まります。溜まっていってますね。時間経過でスキルゲージが溜まっていくんですね。うん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 。このスキルゲージの用途はちょっと本当にさまざまなんですけども、まあ、一番重要なのはスキルゲージを使用してキャラの交代に使うことなんですね。ああ、これを使って交代するんですね。あの攻撃中にこうやって交代できるクイックシフトというシステムと、うん、あとはあの逆に守り側でバーストのように使えるセービングシフトというのがあるんですね。まあ、こうやって強制的に、あのコンボットゲージさせてられてしまうんですね。あ、
まあ、スキルゲージを全消費しちゃうけど、まあ、1回ガーフのバーストが打てると。そうです。あ、相当、え、てかめちゃめちゃ大事ですね、じゃあスキルゲージ。今ご説明したそのリーダー消費のことと、まあ、こういうスキルゲージのことを、はい、5つ天竜術が説明にこれ移れてあると思います。はいはい、まあ、普通に使うだけでも、普通に例えばコンボで使うだけでも、はい、あの普通に優秀で、はい、もうこの後は三段技ですけど、3段目に補正がかからないので、はい、普通にコンボを使うだけでも実は他のリーダー消費を減るんです。でそれよりも圧倒的にやばいのは、はい、この実はガードの上から使う技なんですね。相手がガードしてる上から使う。え普通に3段目までガードさせると、はい、こうやって相手がガードしたらクラッシュするんですよ。ガードをクラッシュすると、まあ、追撃が入るんですね。え、これってその青いバナの3段目だけでしか出せない技なんですか。じゃあ、今の、 あの光って出すのは、うん、あ、消費って普通暗転するじゃないですか。はい、これがもう天竜律が始まってるんですよ。暗転するのが3段目なんで、あ、この3段目だけは天竜律なのかなって思っちゃうと思うんですけども、はい、こう一発目からもう天竜律が、あ、え、じゃあこれリーダーにしないとこの1段目がそもそも打てないんですか。そもそも打てないです。あ、そうない、あ、ごめんなさい、確かにすげえ勘違いしてましたわ。で、暗転しないっていうのがまたミソで、はい、相手気づかないんですね、天竜律がされてるって。あ、まあ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 、そうっすよね、なんかぬるっと始まるから。これがまたすごい強くて、はい、さっき3段目でガクラさせたんですけども、うん、これ本当に序の口で、うん、一番問題なのは、2段目でガクラすることなんですね。なんかガトが普通に攻めて、うん、で天竜をぶつけると2段目でガクラしちゃうんですよ、うんうん、まあ、今3段目出ちゃってましたけど、はい、2段目ガクラするとフルコンが入るんですね。つまりこのゲームでフルコンが入るってことはどういうことかというと、このように倒されてしまうんですね。これ確定ガークラなんですか、あれ。ガトーのジャンプ D なんか天竜列が2段って、まあ、そうですね、ガクラガードクラッシュが高すぎて確定ですね、はい、え、もうガークラッチがじゃあめっちゃ高いんですか、天竜列がって。高いっていう、はい、ああ、ガードクラッシュ対耐久値が普通のキャラって、はい、強攻撃一発ガードさせたらもう、え、マジで、え、こんな割りやすいのこのゲーム。あの、こんな割られやすくないですよ。ああ、じゃあガトーがおかしいんか。ガトーっていうか、まあ天竜列が異常だ。はい、天竜列がが異常だ。え、でもだってこれ ずるくないですか、これガトー超強い青い花が増えてるようなもんですよね。だってそうですね、 あの、ありえないぐらい強い青い花。え、ずるくないですか、他のキャラなんかドーンみたいな調子増えるだけやのに。なので ほんとに強くてずるい技なんですね。あ、で、はいはいはい、ガクラから2スキルあれば、まあ、もちろん相手は倒せるんですけど、うんうんうん、まあ、あの2スキルある状態って、まあ、そんないつもあるわけじゃない、うんうんうん、大体1スキルしかない時とかが多いと思うんですけど、1スキルでも、はい、例えばあのこのゲーム最強のコンボ要員のオズワルドとかと組ませると、はい、8割減った。これ1本っすよね。スキルゲージ1本使ったわけですね。え、ゲージやっぱもうどんどん貯めてどんどん天竜列化でガークラさせてみたいなのがやっぱメインなんですか。そうです、あのそれがむちゃくちゃ強いですね。この天竜列化が打てるようになるから、本当にゲージ貯めると、うん、これだけガトーの圧が増すと。だって2本あったら実質触られたらガーフみたいなもんなんですよね。あ、ただあのガードキャンセル行動できるんですよ。あ、そうか、一応ガーキャンがあるのか。ガードキャンセル後転前転とか、はいはいはい、ガードキャンセル吹っ飛ばしとか、はいはいはい、ですけども、でも天竜列が打ったなって見てからガーキャンできないんですね。天竜列がを使うときって、うん、まあ、さっき言ったように2段目でガクラさせるように使うんですけど、あ、そうか、もう早すぎて1段目を視認してからガーキャンってできないんですよ。あ、そっかそっかそっか。落ちるともうガクラしてるんで、うん、まあ要はジャンディとかもう禁止とかにガーチャンしないといけないってことですよね。そうなんです、そうなんです。それって普通に攻めてるだけで相手が勝手にゲージをめちゃくちゃ使ってくるんですよ、うん、噛み合わなければ相手だけゲージを使うっていう。ああ、終わっとるなこれ。こんなん2ゲージ持ってるガトーに触られたらもう発狂でしょみんな。うわーでしょもう。そうですよ、本当にで黙ってても、はい、あの中下段飛んでくるし、うん、し、あのゲージ持たれたらもうそこに加えて天竜列眼の楽屋も飛んでくるしで、本当に取られたくないですね。と、なのでリーダーガトルというキャラは、はい、ゲージ持った状態と単体では最強ですね。いや、僕なんか
あれっすわ、やってること想像よりひどかったですわ。ガトーめちゃくちゃ強くてとかやって思ったら、なんか最後溜めたゲージで ガフしてると思わんかったな、このキャラ。まあ、ただあのこれもリーダーじゃないとできなくて、はい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 、はい、普通のノーマルガトーだと、まあ、もちろんこれはできないんですけど、はい、でもノーマルガトーでももう最強クラスであることは間違いないです。いやありがとうございます。ガトー終わってんなこれ。そうですね、まあ、テニフェイスがメインで長期はご紹介したいんですけど、ちなみにあと2つ長期ありますね。この技もガトーの代名詞な技ですよね。はい、まあ、無敵ももちろんあって、まあ、リーチもあって、うん、まあ、MOW だと0フレームですけど、このゲームだと4フレーですね、うん、なのでコンボとか対空とか差し込みとか確定とかあらゆる場面で本当に便利な長期ですね。てか長いな、この技隙が少ないんですよ。この技ガードさせるとあの4フレーの技でしか反撃できないんですね。え、マイナス4、これ無敵あるんですよね。いや、あります。マジか。で本当に一部の技しか反撃ができなくて、でちなみにゼロキバはゼロキバに反撃できる優秀。あ、そう、発生4やからか。でこれ問題なのは、うん、この技からリターンが出てしまうところなんですね。え、例えば、まあ、無敵があるので対空に使うとしましょう。はい、うわー、マジか。ゼロキバ相打ちコンボっていう、はいはいはい、今4割とか半分ぐらいいっちゃいましたけど、はい、無敵は発生までしかないので、発生と同時に無敵消えるんですけど、それを逆に利用してこうやってコンボを伸ばすことができたり。ああ、だからジャンプ攻撃とはほぼほぼほぼ相打ちますね。じゃあこれが星で相打ちすると、うん、アホすぎる。で、オズワルドと組ませるともっと面白いことができて、はい、ヘールめっちゃ減ってる、やばい。1ゲージスキルから7割ぐらい減りますね。立ち回りも強くて、はい、強いのに、まあ、こういう適当な雑談ぶっぱまでしてるっていうので、まあ、かなり理不尽だと思います。いや、しかも理不尽さを支えてる。ガードであんま確定ないのが終わってるな、マジで。めちゃめちゃフランクにぶっ放してくるでしょこれ。もう挨拶代わりに。おお、だいぶ強い技なのか。はい、いや、だいぶどころじゃないと思うんですけど。ありがとうございます。いや、もうあの結構胸焼けしてきたんですけど。まあ、ざっくりこんな感じですね。はいはいはい、ケオフ11本当今も盛り上がってるゲームで、はい、実際旧作のケオフの中でも一番今ゲーセン対戦から行われてるケオフなんですよ。だって他にないっすもんね、こんなテイストのケオフ。ないです、ないです。だから本当、うん、KOF11 でしか得られないものっていうのがあるので、うん、いまだに人口増えていったりしてますから、うん、本当ありがたい限りですね。まあ、これでガトーすげえっていうのを知って、俺も11やりてえっていう人が増えてくれば私は嬉しいですけど。ああ、いや、もうそういうのを一番求めてますんで、僕は。それで、あの11界隈がちょっとでも盛り上がりにね、鉄鋼剣とかしたら。まあ一つだけ言えることは、これを見て11始める人は1億パーガトを使うやろうなっていうことを。強いキャラ使うのは楽しいですよっていうのをこのガトで覚えてほしいです。はい、ありがとうございました。KOF11 ガト、このキャラはシュラ。鉄さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。シュラっていう表現は面白かったです。